背番号31番北川周平選手に伺おうと思います。北川選手、はい、お久しぶりです。お久しぶりです。よろしくお願いします。お願いします。いやー、全60試合、ま、ちょっとね、途中コロナ禍で中止となった試合もありますけど、はい、長かった。でもここまで来ると意外とあっという間っていう風に感じてしまう選手もいるんですけど、北川選手はいかがですか？そうですね、まあでも本当今思えば結構あっという間な感じはしますね。60試合。そうですよね、はい、あの開幕本当スタートするときには、いや、ここから長いシーズンが始まるのかって毎回思うんですけどね、はい、実際ここに来るとやっぱり あっという間だったなという印象ですか？そうです。まあでも本当、まあ、今シーズンもそうですけど、そのまあコロナとかで結構試合が中止になったりとかで、まあ、そういった意味では結構大変だったシーズンでしたけど、まあ、ようやくまあここまで来たなっていう感覚ですね。そうですね、はい、そして、まあ、あのレギュラーシーズンまだ2試合ありますけど、あの今の段階でチャンピオンシップ出場はとにかく決まっています。はい、でもこの残りの2試合で今ちょっと本当上位戦最後までもつれ込みましたね。そうですね、本当に、うん、まあ、本当今週末の、まあ、東京戦2連勝できれば本当自分たち上位に行ける可能性もあるので、はい、まあ、すごく重要な試合だなというふうに思います。最後の最後まで本当に構成いっぱい、力を尽くして戦うシーズンになっています。まあ、その後もね、チャンピオンシップがやってきますからね、はい、あのまずはチームとしてこう振り返っていきたいんですけれども、はい、あのスタートはこう思い返すと、やはりね、コロナ禍で、まあ、隔離もあったりでメンバー揃って本当すぐシーズンインっていう感じでしたよね。そうですね、はい、バタバタしたシーズンインだった気がします。はい、本当に北川選手が言う通りこうバタバタした印象でしたよね。はい、まあ、その中で北川選手もどういう心境であのシーズンに臨もうという気持ちでしたか？まあそうですね、まああのまあ、メンバーも変わって、まあ、新たな気持ちで、まあ、チームを作り上げていくというか、はい、そういう気持ちで、まあ、楽しみでシーズンインしましたね。うーん、そうですね、あのメンバーが変わりました。まあ、外国籍メンバーは、ね、新しくなりまして、はい、新メンバーを迎えたわけですけれども、どうでしょうね、でも新メンバーは随分早くにこうチームにマッチしていてくれましたよね。そうですね、まあ、本当に、まあ、向こうからすごくコミュニケーション取って、はい、最初の方から、コミュニケーション取ってくれてたので、まあ、すごく、すぐに馴染んで、はい、まあ、やりやすかったというか、バスケットもそうですし、まあ、私生活もいろいろなことを知れたなというふうに思います。あ、私生活でも、はい、近づけました。まあちょっと、はい、何があったんですかね。はい、ちょっとは近づけたかなって感じですね。そうですか。はい、今はでもどうですか？でも本当にみんな仲いい感じですもんね。そうですね、はい、本当に、うん、すごく仲がいいと思います。そうですよね、はい、そして本当にこう誰が出てもっていうのをこうどの選手たちも体現してくれてる感じがするんですけれども、はい、あの北川選手はあのまあ実際にシーズンインする前だったんですけど、練習など私も取材にさせていただいていて、はい、シーズン前だんだんこう調子を上げていて、いいスタート切れたと思ったんですけれども、はい、シーズン序盤で足を痛めてたんですね。ああ、まあアキレス腱がちょっと腫れて、まあ前からそういう痛みはあったんですけど、まあ結構腫れてそこまで痛くなったのは初めてだったので、はい、まあそこはちょっと、はい、怪我しましたね。あの下月新聞ご覧になった方も多いと思うんですけれども、はい、まあその痛みを感じてからちょっとこう大変な調整っていうのがありましたね。そうですね、まあ、うん、まあ、ちょっと、まあ、崩れてしまったというか、まあ、部分はありましたかね、はい。そのやはりこう支え出しっていうところもあるのか、そのシュートに影響が出てたんですね。
まあ、シュート、まあそうです。まあ、シュートの部分だったりとか、なんか、しっかり足が使えてなかったりとか、まあそこでなんかいろいろ考えすぎて、なんかフォームがバラバラになったりとか、自分のシュートがなんか分かんなくなったみたいな、そんな感覚はありましたね。でも本当にシーズン始まってすぐの試合から北川選手がもうルーズボールにどんどん飛び込んでいくっていう、結構私、今シーズンを振り返るとその姿がすごい印象に残ってるんですよね。あ、本当ですか。もう自分の中では、そういう違和感感じながらも、その試合でできることにこう向かっていったっていう感じだったんですかね。そう、まあやっぱディフェンスが一番だと思うので、まあ、そこの部分で、まあ、シュート入んないからってやっぱりこうそこに影響、ディフェンスの部分にも影響してしまったら本当にダメだと思いましたし、まあ何か一つでもこう、まあ、ルーズボールにしろ、そのチームのその勝ちに、貢献できればなっていう思いで、まあやってましたね。でもその期間でもすごくこうシュートが決まる試合もありましたし、はでい。も安定してきたのはやっぱり後半なのかなっていう印象がこうファンの皆さんもあるようなんですか、メッセージもいただいてまして、やっぱり今年に入ってすごくスリーが決まってる印象が皆さん残っていて、でやっぱりちょっと違和感を感じている期間ファンの皆さんもずっと追ってますからね、北川選手のこと感じることも皆さんみたいですけど。本来の周平さんが戻ってきたって嬉しく思ってます、実はの智子さんのメッセージがあったりですね。で、何よりもその皆さん喜びを感じたのが、先週末の千葉戦、2戦目、いや、もう、スチールもそうですけれども、スリーポイントも、もう攻守ともに活躍してくださったじゃないですか。そうですかね。その姿、すごい喜んでくださってて、あとクローバーさんも、いや、北川選手の活躍素晴らしかったですねという、今日の放送楽しみにしていますっていただいていや、もうありがたいお言葉です。同じようにね、こう一緒にシーズン戦ってきてくださってる感じしますよね。もう本当にいつも後押ししてもらって、まあ、それに応えたいなっていう気持ちで、まあ、みんなそうやってやってると思いますね。でも私もなんとか多分北川選手に伝えたことがあると思うんですけれど、北川選手のこう本当にチームに向かう姿勢だったり、他の選手たちに接する姿勢であったり、さらにはこう本当自分自身の戦いで練習をもうコツコツ重ねている姿とかを見ると、そう活躍してくれてとっても嬉しい選手なんですよ。本当ですか。ありがとうございます。なので、それをね、改めて先週末の千葉戦感じた方多かったと思います。1戦目は追いつかれて僅差で敗れてしまいましたけど、2戦目はその反省をしっかり生かした勝利となりましたよね。思い返していただくといかがですか、1戦目、2戦目というのは。そうです。まあ本当1戦目は、まあずっと、まあ、リードしてる展開で、まあ、最後逆転されてしまって負けたっていう感じだったんですけど、まあ、なんていうんですかね、そう抑えられた部分はやっぱあったと思いますし、まあ、そこで、まあ、2戦目、始まる前とかはやっぱり、前日負けてるんで、で、まあ、ああいう戦い方で負けてるんで、やっぱりメンタル的にも、やっぱみんなきつい部分はあったと思うんですけど、まあ、そこから本当ファンの方々のその後押しがあったからこそ、やっぱああやって、最後勝ち切れた、2戦目勝ち切れたことができたと思ったので、まあ、本当に感謝してますね。みんなでこう勝ち取ったという感じありますけど、その2戦でハプニングもありました、遠藤選手の、ね、退場というのもありましたけど、でもそこから本当出てきた北川選手がよりこうその東京を見せてくれたというのも盛り上がりにつながったと思うんですよね。まあでもそうですね、まあ本当アクシデントで、まああのタイミングで出ましたけど、まあしっかり、まあ緊張はしましたけど、まあでも、ああいうタイミングで出るときっていうのは。そうですね、まあ、まあやっぱり力入る部分はありますし、まあ本当に同点とかだったと思うので、まあ、だけど、まあ、頭の中整理して、その、まあ、昨日やられた部分、まあ、スリーポイントだったりとか、まあ、本当、その、その
クラッチタイムの時間帯とかはやっぱり富樫選手だったり、スミス選手が起点になって、攻撃してくるっていうふうに思ってたので、そこのしっかりカバーと、リバウンドのところをやれればなっていうふうな思いで、コート立ってましたね。もうそのこれまでの経験も踏まえてなんですけども、その存在をすごく皆さん感じたプレーだったなというふうに感じています。そしてチームがね、何があってもこう全員で戦うっていう、その姿勢を見せてくれたなと思うんですが、それが残す東京戦にもつなげたいですよね。そうですね、本当に、最初に言ったんですけど、本当今週の、結果次第で、上位に行ける可能性もあるので、本当、やっぱりね、そのホームコートアドバンテージだったりとか、その自分たち、アリーナでやっぱりできるっていうのは本当に心強いですし、本当ブレックスネーションで一緒になって戦っていただきたいなっていうふうに思います。チーム、そして上位チームの敗戦があって、ブレックスがですね、この週末しっかり2勝すると、2位に上がる可能性、そして3位に上がる可能性というのが今、あります。で、2位だとホーム開催ですからね。そうですよね。その今おっしゃってくださったように、やっぱホームのアドバンテージは大きいですよね。いや、本当大きいですし、久々に、満員の、アリーナで試合して、すごく、やっぱりアリーナのファンはすごいなっていうふうに思いました。またね、みんなで戦いましょう。その2戦の後にはもうチャンピオンシップが控えています。じゃあ今年のチャンピオンシップに向けてはいかがですか？そうですね、ま本当その台湾に、の相手は分かんないんですけど。でも、レギュラーシーズン最後の方になっても、上位チームと試合があったことで、すごく、なんていうんですかね、常に CS を見据えて、ゲームができてたと思うので、そういった意味では、硬くならず、最初から自分たちのバスケットができればなっていうふうには思います。並びますからね。そうです。なので、もう去年の悔しさをまたあの場所で返したいですね。そうですね、本当悔しい思いしたので、借りは返したいなっていうふうに思っています。みんなで一緒に頂点の景色を見ましょう。はい。さあ、でも引き続き皆さんの応援よろしくお願いいたします。では、ファンの皆さんにメッセージをお願いします。今週末の東京戦で、しっかり連勝することができれば、本コートアドバンテージだったりとか、本当に上位に行けるチャンスがあるので、しっかり、自分たちはそこを目指して、まずは戦っていって、CS で、最高の、結果をファンの皆さんに見せれるように頑張っていきますので、引き続きブレックスネーションで一緒に戦ってください。お願いします。ということで、大切な試合の直前にありがとうございました。電話でおはい。話を伺えたので嬉しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。引き続き応援してます。はい。背番号31番、北川修一選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ということで週末の試合です。5月7日土曜夕方4時5分。もしもし。はい。ご出演ありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いいたはします。い。よろしくお願いします。失礼します。失礼します。